皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。昨日の私の不適切な投稿により、本日のラジオは休止となりました。私自身の投稿で、ご本人はもちろん、投稿を見た方々を深く傷つけてしまったことを心から後悔しています。本当に申し訳ありませんでした。写真あり、ふわちゃんの暴言疑惑、にショック。 ヤスコがつぶやいた一言8月5日の午後7時過ぎ、X にこう綴ったのは YouTuber でタレントのフワちゃん。4日にお笑い芸人、ヤスコ25のポストに、誹謗中傷とも取れる書き込みをしたとして大炎上する事態に。その後、フワちゃんは具体的な事柄には言及しなかったものの、言っちゃいけないこと言って、傷つけてしまいましたご本人に直接謝ります、と報告していた。 だが騒動は収束するどころか悪化の様相を呈している。フワちゃんがパーソナリティを務めるフワちゃんのオールナイト日本ゼロ日本放送は5日の午後7時に X を通じて6日深夜3時からの放送会を休止すると発表。その直後、フワちゃんは冒頭のように改めて謝罪したのだった。さらに6日にはフワちゃんの所属事務所がスポーツ放置の取材に現在 安子様に対する謝罪等の対応を優先させていただいております。ご理解くださいませとコメントしたという。これら一連の流れから、フワちゃん本人が安子を中傷したことが確定した形に。そんなフワちゃんといえば、これまでも遅刻や大御所へのため口、プライベートでの問題行動など物議を醸してきた。今年5月にお笑いトリオネルソンズの青山フォール勝ち、38から、 飛行機内での迷惑行為を暴露されたことも記憶に新しい。5月9日に更新された千原ジュニアさん、50の YouTube チャンネルで、青山さんが仕事で福岡に向かう飛行機内でフワちゃんに遭遇したと明かしていました。フワちゃんは離陸前から座席を倒して寝ていたそうで、CA が声をかけても応じる気配はなかったそう。最終的に CA が座席を元に戻し、 2人がかりでフワちゃんにベルトを装着したというのです。さらに着陸時もリクライニングを倒して寝ていたそうで、青山さんは CA が3人くらい来たと驚いていました。ウェブメディア記者、このエピソードにも非常識だとして批判が殺到していたが、フワちゃんはその因で逆ギレしていたというのだ。フワちゃんは X で月額399円のサブスクプションサービスを今年4月からスタートしており、 そこではかなり過激な投稿をしていたのです。例えば、ネルソンズの青山さんが暴露した飛行機内での迷惑行為については、大部分が事実ではないとして反論し、CA が3人も来るわけがない、と猛反発。その上で爆睡してしまった戦いきさつを釈明していました。さらにこの話の締めくくりとして、暴露された YouTube チャンネルのオーナーである千原ジュニアさんに対して、 死ねと名指ししでで悪態をつく始末でしたこの他にも、今年5月公開の石原さとみさん、37、主演の映画、ミッシングを鑑賞した感想で、石原さんのことは好きだとしつつも、彼女の演技がシリアスな映画の内容とマッチしてないと毒づいていたそうです。こうした上から目線での悪口ばかりでがっかりしたファンも少なくないようです。前ウェブメディア記者安子への暴言を X ではこうした陰口に対しても、これは引く、フワちゃん無理すぎる、と冷ややかな視線が継がれている。実際に本紙もフワちゃんのサブスクに登録したところ、指摘されていた石原やジュニアへの陰口を確認することができた。昨年4月に X で、やっぱ悪口と噂話が一番楽しいわ、と綴っていたフワちゃん。だがラジオの仕事も吹っ飛び、 これまでの行動が自分に跳ね返ってきている現状をどう感じているだろうか。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。